夏休み WCS 記念大量発生を使ったカイデン、リオル、キュアワーの色違い厳選方法を2分で紹介します。今回のイベントでは対象ポケモンの色違いが出現する確率が上昇しています。また高確率で紅葉の証付き個体が出るので、このチャンスを逃さないようにしましょう。まず誰を厳選するのか決めていきます。今回は夏休み4大イベントの第3弾ということで、 WCS のキービジュアルに登場するポケモンがピックアップされており、パルデアではカイデン、北上ではリオル、ブルーベリー学園ではキュアワーが登場します。その他通常以上の手軽さでノームの証色違いリオルがゲットできます。イベント大量発生でのノームの証ゲット方法については概要欄から別動画を参照してください。今回の登場ポケモンの道具プリンター効率と技マシンの対応表は以下の通りです。基本的に好きなポケモンを厳選すれば OK ですが、もしもせっかくなら厳選したいんだけどどのポケモンでもいいんだよなと迷ってる方がいたら、道具プリンター効率のいいリオルを優先するといいかもしれません。どこで厳選するか決めていきます。パルデアやブルーベリー学園のセンタースクエア付近では大量発生の出現場所が街との境目などでしたら、そこを行ったり来たりしてまたぐことで周囲のリセットが素早くできるので、なるべくそういったポイントを探しましょう。またノームの証を狙いたい人は北上で天候がキリになるスポットに狙いを絞って厳選しましょう。大量発生を見つけたらウロロンを使ってポケモンを減らしていきます。さらに少なくなってきたの通知が来たら、そこプラス10匹まで減らしていき、それが終わったらレポートを書いてピクニックを開きます。このレシピでデカデカパワー、もしくはチビチビパワーをつけたサンドイッチを作りましょう。特定のスパイスを持っている人は以下のレシピを使って具材を全部捨てる方法を利用することもできます。サンドイッチを食べたら辺りにいるポケモンが色違いじゃないかどうかを確認して、色違いがいなければ周囲をリセットして再度確認する、これを繰り返します。今回のピックアップポケモンの色違いは、カイデンは全身が赤く、リオルは全身が黄色く、キュアワーは顔周辺が青色になります。色違いを発見したら目の前でレポートを書いて好きなおしゃぼで捕獲します。事前にレポートを書いていれば、仮におしゃぼでの捕獲に失敗しても再起動することで再び同じ色違い個体と出会うことができます。夏休み4大イベントの大量発生は全て色違い厳選方法を解説していこうと思いますので、そういった動画が見たいという方はぜひ登録高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。クルチャでした。バイバイ。